イーチョーバーって、うん、臭さ、いや調べたら薬草です。胃腸に効く、そう、薬草、薬草、とっても体にいいんだよ。でも臭さ、俺鼻に例えてって言ったのに臭に例えられちゃって。何、確かに胃腸は弱い方ですけど。いいよ、二日酔いにも効くし。鼻で欲しかったな。美容効果もあるし。一応でもさ、ミュージックシャワー X ポストがありまして、ペンペン草だっていう人が二人いる。ペンペン草ってどんなやつ？あの、ナズナだね、ナズナ。あー、あれか。これこれこれ、あ、かわいいよ。ほら、七草がゆに入れるやつか。ほら、ナズナ、お花。あー、ちっさーい。存在感すーい。風景に溶け込む。でもマリ、考えてごらん、うん、ペンペン草とバラでラジオやってんだよ。かすみまくるってペンペン草。もういないのと一緒よ、バラとペンペン草。だけどヤッホーさんがね、チャット GPT に聞いたら知念だわ、ひまわりって言ってたって。チャット GPT が、うん、こんなのも言うんだ、怖。お笑い芸人の知念だ慎一郎さんを花に例えるとひまわりが似合うかもしれません、うん、ひまわりは明るく見る人を元気づける花であり。ちゃんと呼んで、周り笑わんで呼んで。人を笑顔にする力が特徴、うん、知念さんも人々に笑いと元気を届ける芸風や明るく親しみやすいキャラクターを持っているため、ひまわりのように多くの人に愛される存在だと言えるでしょう。チャット GPT が俺のこと全然分かってないな。知念だの情報全く言ってない、チャット GPT に。自分で言うのもなんだけど、明るい芸風じゃないもん別に。そうだよね、うん、何も分かってないよね。全然分かってないよ。敵と熱き兄と一緒ね、うん、ひまわりって言っとけば喜ぶだろうって。チャット GPT や、芸人でしょって芸人といえば明るいでしょみたいな。そんな定説は覆してきてる僕ですからね。陰の陰で生きてますからね。だからイーチョーバーさ、うん、まだイーチョーバーの方が合ってるわ。そう、アロマにもあるぐらいだから。フェンネルはね、スパイシーな香り。そうそうそう、あるさ、わからない、よく枯れてる状態を玄関とかにぶら下げてから虫よけって言うけど、ちっちゃいシーベイとかがいる。虫よけなのにシーベイ寄ってきてんでしょ。俺シーベイ、あの匂いわからない、いろんなところにあったじゃん。なんかガーベラとかがよかったな。ガーベラ、パンジーとか。でも、うん、どっちもちょっと当てはまらない。アイミーとかもノーコメントだからね。考えてもないよ。参加もしてくれないから。参加もしない。メールを選んでる封じにしても聞いてないですよみたいな顔してる。考えることすらしないっていう。大丈夫、しんいちろう。でもお花好きさ。お花好き、片思いではあるけど。俺お花に片思いなの。そう、お花は知念だのことを愛してくれないんだ、こっちだけだ、ま、でも大丈夫、思いはちゃんと伝わってるから、うん、マリ見つけたら言う、すぐね、ちょっとイーチョーバーペンペングサを超える、超える、言われて嬉しいお花、うんうん、オッケー、あったらお願いします。オッケーね、うん、マリさんもバラじゃないと思うんだけどな。チャット GPT にもからかわれるってからかってたんだ。悲しいよ。でーよってことだったんだ、チャット GPT が、うん、はあ。